体型隠すためにはどうやったらいいんかな。とにかく誰でも似合うからね、誰でも履けるパンツをこう誰よりもかっこよく履く。はい、本日はですね、黒のパンツでやってはいけないコーデは何なんかというのをねやっていきたいなと思います。ということで、これからね黒パン、履いていこうじゃないかと、いつも履いてるんやけども、これからも履いていこうじゃないかっていうのもですね、なんでなのかというと、僕黒パンのパンツ作ったんやけども、じゃあこれ合わせるときにねどういうのがあかんのかなとかって思っていろいろ考えていったわけなんですよ。てか作る前から考えたっちゃ考えたんやけども、でもその時にね、特に体型隠すためにはどうやったらいいんかなとか、足長くこうやって見せるためにはどないしたらいいんかなって、いろいろ考えて、靴なんかもね今用意しました。革靴とかスニーカーとかブーツとかいっぱい用意したんやけども、どれが合うんかなっていうのをね一緒に見ていきたいなと思いますので、やってはいけないことって何なんかなっていうのをね皆さんと一緒に見ていこうじゃないかという動画になっております。まず一つ目っていうのはですね、黒パン今こうやって履いてる感じで別に特に何やって悪い感じないかなと思うんですけども、もうちょっとスリムな感じ、要はスキニーって言われるような感じに、履き替えていくとどういう雰囲気になるんかなっていうのはね、まず見ていきたいなと思いますので、まずはスキニーパンツ、ちょっとよそさんのやつなんやけど履かせていただこうかなと思います。はい、ということで皆様いかがでしょうか。ちょっと僕も着圧感がきつくですね、パツパツしてる感じはあるんですけども、さもパッチを履いてるような状態ですよね、これは皆さんいかがですか。ちょっとどうかなって思う人が多いと思うんですけど、やっぱ年取っていくとね肌質とかも変わってくるじゃないですか。見た目の雰囲気ね、どう考えてもこの人おじさんやのに、この下半身だけ見た時になんか若いんかなと思って顔を上げていくと、おっさんやないかと、めちゃくちゃおじさんやないかってなるじゃないですか。って考えた時にあんまりこうスキニーってやっぱ30超えてくるとちょっと厳しなってくるんかななんて思ったりします。で特にね皆さんのご自宅にも靴あると思うんですけど、特にねこれは持ってはりますよね、安全靴ね。でこの安全靴って作業する時とかに皆さん気をつけてはると思うんですけども、それと合わせるとですね、もうこれすごいですよね。20代の子が地元の友達に、おい今からカラオケ行くぞって言われて、俺仕事着やから行かれへんでって言いながらね、あ黒パンだけあったわって言ってこれ履いてカラオケに行くというスタイルがこのスタイルになってるんですけども、分かる通りね、これ下からどんどん上上げていきましょう。おっさんやないかと、おっさんこんな格好して行くかいってなってくるので、やっぱりちょっとねここまでギュッていう着圧感のあるやつって女子受けは非常にね悪くなってくるんやろなと思うんですけども、それも好みですから、そういうのが好きなんだと、むしろこう冷えた目で女子に見てもらいたいんだっていう方もいらっしゃると思いますので、そういう趣味は皆さんありますのでね、そういうところで僕個人的にはこれちょっと僕は厳しいんですけども、似合う方は似合うだろうと、でとは言いながら、いやちゃうと、タクゾこれちっちゃいの選びすぎやと思うじゃないですか。ちゃうんですよ、ウエストめっちゃ余裕あるんですよ。ウエストはガバガバなんですけども、どっちかというと大きいぐらいのパンツ履いてないけど、もうスキニーが似合わなくなってるんですよね。なんか昔はそれはいけたかもしれないけど、もうちょっと今厳しいよねっていうのがまずこれね、ちょっとパンツはもうちょっと余裕がある方がいいかなということで思いました。はい、そしてですね、次はね靴を履いていきたいなと思います。この今スリッパみたいなのがよく分からへんからね、靴履いていきましょう。まずは王道ですよね、このバンズのもうオーセンティックって言ったら、とにかく誰でも似合うからね、この定番のスニーカーなんですけど、こうやって黒パンとはね、もちろん合うのは分かってるんですけど、こんなんがあると。で次ね、もうちょっとおしゃれな感じのスニーカーいきましょう。こういうねレザータイプのスニーカー、こういうのでも相性はいいですよね。靴下ちょっとどうにかした方がいいかもしれんけども、これはこれでいいっていう人もいてるやろうし、こんな感じで黒のスニーカーでいくのも大人っぽい感じ、デートとかこれいけそうですよね。そして次がこの革靴いきますね。ちょっと大人っぽい感じですよね。これねパラブーツっていうところの革靴なんやけど、靴下がやっぱあれあかん、靴下がちょっとダサさを出してるんやけど、こんな感じでね、あんまこれ相性良くないな、なんか思ってる感じではなかったっていう感じですね。どうですか、皆さんから見てどうかわからないけど、ちょっと僕はあんま思ってる感じじゃなかったなっていう印象ですけども、こんな感じの革靴ローファーもあるよと。で次はブーツいきましょうか。ちょっと一昔前になるんかな、これはダナーのね、ダナーフィールドっていうブーツ、ゴアテックスのブーツなんやけど、これはこれでそんな悪くはないんやけども、最近あんまこういうブーツ見かけんくなりましたけどね、街中とかで、こういうスタイルはねいかがでしょうかということがあったりだとか、あとスニーカー好きな人とかやったらねスニーカーもちょっとあったりするから、はいと、こんな感じでね、スニーカー合わせても悪くはないんやけども、やっぱ一番かっこよかったのはローテク系ですよね。バンズとかこういう革のスニーカーとか、こういうの合わせるときはね良かった感じするけども、ちょっとこういうハイテク系合わせちゃうと若い印象になるんかな、僕には似合わへん感じですね。以上がね黒パン合わせる時の靴系になってて、で次がね体型隠すときやったら何やったらいいんかって、これ一番黒のオーソドックスなパンツじゃないですか。でもっと太いワイドパンツ履いていったら体型隠せるんやけども、この一番オーソドックスなパンツに合わせるときにアウターを何にするかですよね。僕はあんまりせえへんけども、あえて上を大きくすることでね、バランスを取っていくんだというスタイルの人もいてるんやろうけども、こういう感じはいかがでしょうか。僕は非常に似合ってないんですけどもね、こういう風にして体型をカバーするというか、例えばお腹出てましたってなったら、これでヒュッとお腹隠せることもできるし、ただ僕の視聴者さんね結構筋トレしてる人多いんですよ。
僕ジム行くじゃないですか。でジム行ってね声かけていただくんやけど、大体その視聴者さんみんなムキムキ、もう僕より全然ムキムキで、ベンチプレスとかこんなんやってて、でなのに還暦とかね、でめちゃくちゃスタイルいいんですよ。もう腹もバキバキなってるし、だからそういう人あんま体型隠す必要ないっちゃないんやけども、まあ、ちょっとねあの飲みすぎた時とかで腹出てきたりしたら、まあ、こんなんもいいかもしれんけども、こういったスタイルにやるとか、足が短く見えるの嫌やから足をこう長く見せようということになってくると、どうしても上はねあの丈短めにすることによって足が長く見えますので、足長効果が出ますので、まあ、こういう感じでちょっと丈を短めの丈にして、ちょっと今作業着みたいになってるやないかよこれ、どう見ても作業着みたいになってるけども、こういう感じで、まあ、上の丈を短めにしてあげると少しこう足長く見えますよねっていうようなね、履き方が着こなし方があったりすると思うんですけども、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、僕は多分ね丈短めにして、でこういう感じのねスニーカー合わせるのが一番多分自分っぽく履けると思う、まあ、自分っぽくね合わせれると思うんですけど、まあ、人によったらこういうね大きめいって、あとまあスニーカーもちょっと大きめでガツンと行く人もいてるやろうけど、まあこんなにね正解はないのでね、何が正解って言われたらなんかわからんねんけども、黒のパンツって誰でも履けるんやけど、誰でも履けるからこそ誰が履くかによってだいぶ違うじゃないですか。でまあ自分が一番似合うように合わせるのが一番いいかなと思うので、誰でも履けるパンツをこう誰よりもかっこよく履くっていうのがね、まあいいんじゃないかなということで、まあこんな話をさせていただいたというのがですね、本日黒パンではやってはいけない着こなしは何なのかというのをね皆さんと一緒に考えさせていただきましたということで、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。全卓造ファンが泣いたあの感動が再び、全世界が待ち望んだジャパンメイドや2023ポップアップ、卓造のメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。